古のドラゴンを倒すためにはあと4つのタリスマンが必要だ。広い地下墓地には折り重なった白骨がどこまでも続く。かつてはこの辺境が栄えていたことを無数に転がる屍だけが物語る。暗闇の中から騎士、さて君たちが通路に入ると騎士は煙のようにかき消えてしまった。戻る道は閉ざされ、暗闇の中で言い知れぬ不安が君たちを包む。逃げ道を探せ。不死身のレイスは倒すことができない。死神に抗うとすれば、女神の救いに頼るほかはない。帝
天使像の照らす光だけがレイスの弱点をさらけ出す。聖なる光が灯り、レイスの唯一の弱点である無限の心臓をさらけ出した。聖なる光が消え、再び君を絶望が襲う。聖なる光が灯り、レイスの唯一の弱点である無限の心臓をさらけ出した。聖なる光が消え、再び君を絶望。聖なる光が灯り、レイスの唯一の弱点である無限の心臓をさらけ出した。無限の心臓を打ち破り、レイスを冥界へと送り返した。命と対である死は滅ぼすことはできない。新たな脈動は、新たな脈動を与え、新たな脈動、迷えるもの何の用かな。いらっしゃい。どれにするの？
れにするの？戻った。海岸の裂け目から続く洞窟は内部が広く、まるでもう一つの海のようだ。この辺りは船乗りが恐れる海域で、多くの船が消息を絶っている。
君たちは海の中から美しい声に呼び止められた。彼女は、さて、君たちは。クラーケンは洞窟に隠れ、腹をすかせると沖合で船を襲っている。君たちは無謀とも思えるクラーケン退治の道を選んだ。お相手してあげるわ。座礁した船が動き出した。海中から何かが船を引っ張っている。触手にマストをつかまれた。このままでは船がひっくり返されてしまう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 。傷ついたクラーケンはこの洞窟の先へと逃げていった。絶好の機会だ。君たちはクラーケンのねぐらに近づいた。クラーケンは鍾乳石に足を巻きつけて洞窟を崩そうとしている。Ah!
君たちは恐ろしい海の怪物クラーケンにとどめを刺した。多くの船乗りたちが君たちの勝利に感謝を捧げるだろう。君たちは赤のタリスマンを手に入れた。イニシエのドラゴンを倒すためにはあと3つのタリスマンが必要だ。迷えるものよ、何の用かな。安らかなる眠りよ、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 安らかなる眠りよ。いらっしゃ、どれにするの？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 戻った。